のべおか学園高等学校、小学館中学校は、宮崎県のべおか市大表町にある、私立高等学校、中学校である。小学館中学校は、のべおか学園高等学校の普通科小学館、高等部コースと接続して、中高一貫教育を行っているが、同コースは、基本的に小学館中学校卒業生のみしか、受け付けていないため、高校の他のコースとは、 区別されている。また、2006年度より、小学館小学校を開設し、県内初の小中高一貫校となった。2018年6月17日、長崎県大村市で開催されていた、全九州高校体育大会のバスケットボール男子、準決勝、延岡学園高等学校福岡大学、附属大堀高等学校の試合で、 当校に所属する15歳の今後民主共和国からの留学生の選手が試合中にファウルを取られたことに腹を立てて審判の顔面を殴り、審判の男性が病院に搬送されて重0針ぬうけがを負った。試合は中止され、福岡大学附属大法高校の勝利とする没収試合となった。試合後、留学生の選手は長崎県警大村署で任意の事情聴取を受け、 学校側は、この留学生の選手を寮で、謹慎の処分とし、男子バスケ部の練習も自粛させた。校長らが18日に、校内の記者会見で陳謝し、23日からの天皇拝見予選の出場自体を発表した。同21日、この留学生の選手と、学校関係者は、審判に謝罪したが、審判は、処罰感情はないと述べ、 警察の事情聴取終了後時段が成立したという。8月の全国高校総合体育大会の出場については対応を協議するとしていたが、同月23日、全国高校総合体育大会出場は、自体、6月23日から3ヶ月間、男子バスケ部は対外試合自粛、指導責任者の川添雄事監督を25日付で解任。 教諭としても無期限停職処分。また、管理責任者の佐々木正彦理事長、佐藤則夫校長、佐々木博之教頭の給与を7月分から3、ヶ月間減給、留学生は自主退学し6月中に帰国させるという処分を発表。一連の処分内容を全国高等学校体育連盟に報告した。 また12月の全国高校選手権については、できれば出場させたいとの考えを表明した。学校側は、意思卒通など留学生への対応に不十分な点があったことを認め、留学生の受け入れ体制や生活環境の再整備が必要であり、今後の留学生受け入れは白紙との認識を示した。なお、 練習を自粛していた男子バスケ部は女子バスケ部監督らの下で24日に練習を再開しているが他にも留学生がおり週1回必ずミーティングを行うようにさせるという2020年暴行を受けた審判の男性が学校側に対し損害賠償を求めてそうしたことが分かった延岡学園高等学校2019年7月19日付 延べがニュース、ベリーグッドマン来行。ありがとうございます。